皆さんおはようございます。とってもお久しぶりです。今まだ朝早いんですけど、メイクしながら久しぶりに話そうかなと思っています。化粧水はもう塗ったし、次にこのモルティペプタイドセラムを塗って、やっともう1週間前ぐらいからすごく秋っぽい天気になって、本当に嬉しくて、この季節がやっぱり好きかな。なんか前は夏が一番と思ったけど、いや、ちょっとなんかちょっと寒い時、だからこの秋になりそうな時とか、まあ、秋もそうだけど、春、そのちょっと暖かくなる、その天気がちょうどいい。で、皆さん元気でしたか？本当は多分今年の5月6月ぐらいに YouTube 復活するから、みんな質問送ってっていう風に出したんだけど、結局もういろいろ重ねたりしてて、仕事も子供も、そしたらいつの間にか夏休みが始まって、夏休み中は日本に行ってきて、8年ぶりの日本なんてもう本当に最高に楽しくて、もう10月です。今日実は9月今日30日ナショナルコーヒーデイ、明日から10月1日だから、きっとこの動画も明日以降アップするんだけど、ごめんなさい、これは日焼け止めです。すごい飛んでる。めちゃめちゃ久しぶりにカメラを出したから、なんか全部設定そのままでちゃんと撮れてるかわからないんだけど、まあごめんなさいね。はい、で最後アップしたのが多分去年1年前かな、1年前に離婚の話をした時だと思うんだけど、1ヶ月で私のシングルマザー、一人暮らしの記念日があります、コンシーラーで。1年一人暮らし、一人半子供は子供のお父さんの家に行ったり、私の家に来たりしてるので、本当は日本みたいに一つの家にいれば私としてはとっても楽なんだけど、でもカリフォルニアのルールでちゃんとお父さんの方にもジョイントで見れるようになってるから、今はその状態です。で、まあいい日もあれば悪い日もあるよね。頑張ってお互いはいい子供のためにいい親仲良くはしてるけど、会わない時はやっぱりあるじゃない。だからそういう時は意見が合わない時、そういう時はすごく難しいし、まだちゃんと全部離婚は成立したけど、全部他のこととかは終わっていないので、だからそれもあるから難しいよね。子供がかわいそう。そう、離婚、子供あるファミリーが離婚をすると一番つらいのが子供。本当に子供に悪いと毎日思う。
もうめちゃめちゃ使ってる。そうね、だから子供にとっては難しいし、親やっぱりまあ向こうの気持ちはわからないんだけど、お母さんの気持ちとしてはね、子供を守って安心させて、こう安定な生活を求めているから、ストレスになったりすることは多いけど、でも最近はうちの子がもうすぐ8歳になって、本当にうちの子は話し合うことができる子で、あのなんかママとして子供を見て、あ今日の気分良くないとか、なんか考え事してるなと思ったら、私はちゃんと聞くようにはしてるのね。で聞くとちゃんと話してくれる。あの実は今日学校でこういうことがあるとか、前の時にこういうことがあったけど、あの好きじゃなかったとか、そういう会話があるから、最近できるからありがたいとは思うね。子供の話になるとすごい真剣になっちゃうから。はい、離婚して一人暮らしになって、 1.5 暮らしになって、最近はすごく楽しいです離婚って本当に大変で、おすすめしないっていうか、離婚する前にちゃんとみんな話し合えることができるように祈っています。本当にあんな大変なことは二度としたくないと思う。一番つらかったのが、離婚届を出しても1年ちょいずっと一緒に住んでたの。それがもう一番いけなかったかなとは思うんだけど、でも2人で買った家だったからしょうがないよね、ああいうことになるよねっていう風になっちゃうから、もうあの家から出て私はとってもハッピーです。最近は楽しいし、やりたいことはできるし、やりたいファッションも着れるし、食べたいものは自由に食べれるし普通のことなんだけど、やっぱりいろいろ何年間我慢してたことがあったからさ、やっとなんか重い空気、こうそこにいたくない場所から出れて、よかったと思っています。日本もめちゃめちゃ楽しかった。子供の夏休み中に行ってきたんだけど、本当はね、日本は大好きだよ、日本本当に好きなんだけど、日本の夏は本当に辛いから毎回日本に帰るたびに夏休み中だけには帰らなかったのなんだけど、今回は子供の夏休み中しかなくって、8月の頭に行ってきたんだけど、最高に楽しかった。だけどあの時は本当に暑くてもうどうしようもなかった子供に悪いと思って、駅から出て駅から場所に向かう途中にデパートとかコンビニとか
こう一個一個入るようにしてて、で子供に、なんでここ入るの、何買うの、何見るのって聞かれてたけど、いや何も見ないよ、ここでちょっと一旦休憩する、こうこの冷たい風を感じてから、あの次の場所に向かうっていう風にやってたけど、もうあれだけはね本当に暑かった。久しぶりの日本はすごい楽しくて、やっぱり日本のご飯も美味しいし、なんだろう、見るものが多いし、何でも可愛いし、もう私と子供2人で「Wow! Japan is so cool!」ってずっと言ってたから、本当行ってよかった。で行ってから息子が急に、なんか今まではさ、子供がちっちゃい時ね、ベイビーの時はずっと私日本語で話しかけてたので、デイケアに行き始めて話ができるようになってからは、ママ日本語で話さないで、イングリッシュって言われてたから、英語に変えるじゃんそんなで、いつの間にか私がなんかちょろっと日本語でなんか言ったりすると、ママ、ノノ、スピーキングイングリッシュプリーズって言われてたのね。なんだけど日本に行ったら、やっぱり周りの子供たちとも遊びたいし、みんなが話してることも気になってたし、だから僕も日本語の勉強しなきゃってなって、で帰る前にうんこドリルと、なんだっけ、ポケモンのなんかドリルみたいのを買って、で日本語の勉強したり してるのね。まあそんなすごいなんていうの、教室通ったりとかはしてないんだけど、家では日本語で話しかけたり してるのね。であとは私が初めて日本行った時11歳12歳ぐらいだったんだけど、その時一切日本語が分からなくて、テレビがずっとついてたり、まあ全部日本語だったじゃない、テレビ、周りの声、学校、 everywhere、 どこでも。だからお家でも日本の番組とか日本のアニメとかをつけてるの。つけてればどうにかヒアリングができるかなと思ってやったりしてるんだけど、まあそんなにあんまり日本のなんか一番アニメとか見せたいのねまだ子供っぽいやつ、アンパンマンとか、なんかわかんないけどドラゴンボールとかなんだけど、そういうのあんまり流れてないから、ジブリの映画とかはよくかけているかな。そうでもいつも、ああ早く日本語話したいとか言ってくれてるから、私は応援してます。で今年はもう終わるからあと2ヶ月あるけど、もう終わるから、来年はそういう日本語の学校とか日本の先生を探して入れようかなとは思っている。なんか皆さんからのアドバイスがあればぜひ聞きたいです。ということでメイクがこんな感じ、最近は本当にこういう簡単なメイクになっているんだけど、とりあえず久しぶりにまた YouTube、 もう本当に前も言ったんだけど YouTube は本当に大好きで、編集するのも好きだし撮るのも好きだし、全体的には大好きなんだけど、やっぱりその仕事、子供、離婚がぐわっ、その間にもビジネスのパートナーも出ていたし、うちのお父さんの健康、うちのお父さんもう具合悪くなってたし、もう全部ぐわって来たから、
まあ、まだなんていうの、一つずつ片付けながら進んでいってるんだけど、でもやっぱり自分の時間は物を作ったりするのは好きだから、だからまた復活したいと思って、でちょうどね、 YouTube にも今月中にアップしないとあのチャンネルを消しますとか言われたので、いや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 、じゃあ消す前にはちゃんともう一回頑張ってみようかなと思って、うん、そういうプッシュがあったからまたアップしていきたいと思っている。そうね、で一番悩むのが日本語でアップするのか英語でアップするのか、まあ多分混ぜ混ぜになってしまうんだけど、私はそういう人間だから英語の日もあれば日本語の日もある。なのであのみんな分かってくれると思うし、とりあえず自分流に楽しくやればみんなもフリーでやってこういう人なんだっていう風に分かってくれると思うので、はい、もしよかったらまた見てください。またチャンネル定期的にアップするから、あの見てくれれば嬉しいです。なので今実話の話、リアルな話、あのルーツ白髪が増えてるので今染めに行くところです。私もやっぱり日本語話さないと忘れちゃうので、こういう機会もあればね。はい、染めに行きますなのでまた来週 See you